皆さんこんにちは、道楽です。もう桜がね散り始めて、もうシーズンに間に合わないかなと思ったんですけれども、昨日ギリギリ、もう最後、もうシーズン最後かな、ギリギリ、こちらのスウェットが届きました。でこちらのスウェットなんですが、サイドにリブがあります。サイドパネルがあります。布が横方向に取られています。つまりリバースウィーブと同じ構造になっているんですけども、チャンピオンじゃなく、これはリーのクロスグレインという名前のスウェットになります。クロスグレインとは英語で布をですね、こう何て言うんでしょう、横方向、要は布目、縦方向にこうあるね、布目を横に使うことをクロスグレインと言うんだそうです。つまりリバースウィーブね、チャンピオンのリバースウィーブと同じように、スウェットの生地を縦ではなくて横に使うっていうことと同じ意味、本来のその英語の意味で言えば、このクロスグレインっていうのが、まあ、リバースウィーブ的な生地の使い方の本来の英語での呼び方みたいですね。でブランドはもちろん D、 サイズは XL で、で一応これですね、縫製はメキシコで、で、マテリアルはアメリカ製、つまり布はアメリカ製だけど縫製は、メキシコ製だよということで、おそらく、90年代だんだんアメリカ国内でのコストが合わなくなってきて、中南米からアジアにこうね、あとアフリカの方へどんどん生産拠点が移っていくわけなんですけれども、その最初、中南米の方に移った頃だと思うので、90年代の最初の方とかじゃないかなと思いますね。で、確かこいつは 95% コットンで 5% がポリエステルになってるんですかね。はい。でアリゾナステート、アリゾナの、州立大学のあれですかね、ロゴなのかな。でこのエンジ色、エンジ色はね、いろいろな大学で使われてたりしますけれども、本当に、デニムと合わせやすいものになってますよね。で中は肝ですね、うん、肝素材、肝処理されてます。ふわふわですね、うん、でサイドはリブ、もう全くリバースウィーブと同じ構造、まあ、リー版のリバースウィーブって言えばいいですかね。で結構ね、やっぱりね、生地も分厚いです。リバースウィーブ並みに厚いスウェット地になってますね。で袖のリブはリバースウィーブほど長くないかな、でも普通このぐらいかな、うん、裾もこんな感じ。まあリバースウィーブ、チャンピオンのリバースウィーブにありがちなこの裾の部分のね、リブがベロンベロンになっちゃうっていうのはあるんですけど、こいつはそこまでいってないですね。で穴が開いてたりほつれたり虫食いがあったりっていうのもないですね。状態はいいと思いますね、うん、裏を見るとこんな感じ。ですね。やっぱりね、最近やっぱりチャンピオンのリバースウィーブってなんかね、人気で値段も相当古着屋さんで高騰してきてますよね。ですので僕は逆にリーのクロスグレインの方が、安く求められるんじゃないかなと思って eBay でいろいろ探していたんですけども、そもそもの玉数がリーのクロスグレインは少ないみたいですね。なかなかいいものがなくて、でかつ今回はね、これスウェットシャツですけども、フーディー、要はパーカーですよね。パーカーを探してたんですけども、全然見つからなくて、クロスグレインの本当パーカーがなくてね、どうしようかなっていうところなんです。まあこれからちょっとね、暑いシーズンになるので今更買ってもなーっていうのもあるんですけども、でもやっぱりね、以前から言ってる通り、古着は一期一会、見つけた時に買っておかないと、もう二度とその個体とは出会うことはないということになりますので、またね、どっかで見つけたらクロスグレインのフーディーパーカーですねを買っちゃうかもしれませんね。ほんとこの肉厚で、でコットンが 95% もありますので、このコットンらしいね、ザラッとした、触り心地、肌触りでいい感じですね。ということでちょっと着てみましょうかね、こんな感じですね。結構やっぱり XL サイズというだけあって、身幅も大きく、
で、この僕の大きさ、僕のこのガタイの大きさでありながら、肩がこのところまで落ちてるんでね、やはりアメリカサイズの XL は相当大きなものになっていますけれども、でもまあゆったりと着れて動きやすくていいですね。やっぱあったかいですね。うん、コットン 95% ポリエステル 5% ということであってもしっかりしていて、それでいてあったかいですね。ちょっとね、桜がもう散ってきたから今年は着る機会がないかもしれないですけど、今度ね秋、今年の秋から来年の冬、ね、次のシーズンには絶対活躍してくれそうな一枚になったと思います。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。今回はD版のリバースウィーブ、クロスグレインのスウェットシャツをご紹介しました。できればね、このなかなか玉数の少ない、見つからないリーが作った、まあ、リバースウィーブクロスグレインのフーディーですね、要はパーカー、パーカーを見つけてね、一つ自分の古着コレクションに付け加えておきたいなというふうには思ってるんですけども、なかなか見つからないので、まあ、見つかったらまた皆さんにね、こういった形で動画でご報告できたらなと思います。今回の動画参考になったな、良かったなと思えば、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ドラクチャンネルではね、こういった風なあの古着、アメリカのアメカジの古着であったりとか、車でどっか出かけて行った時に、撮影してきたビデオウォークみたいな動画であったり、カメラの話題であったり、オールドレンズの話題であったり、デジタルガジェットの話題であったりなどなど、大人の男性向けの趣味の情報を発信しています。もしね、そういったものに興味があるようであれば、チャンネル登録とあとアラートのねチェックを入れておいていただけると、新着の動画が上がった時にお知らせがいくと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ドラクでした。